人に起きたことは自分にも起こるかもしれないと思っている3つでございます。今回はね、お寺で聞いた役立つ話、これを話していきたいと思います。他にもね、資格の話とか、検証に当選しましたとか、いろんなテーマで話していくんですけども、チャンネルの再生リストに分かりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。あとこのチャンネルはですね、あ、みっちゃんの話勉強になるなとか、寝る前に聞くとぐっすり眠れるなとか、そういう風にね言ってもらえるようなチャンネルを目指しておりますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、話していくんですけども、まあ、資格の話をしたりね、検証に当選しましたとか、挙句の果てに、仏教の話とかね、まあ、いろんなことお前話すなっていう風にね、思うかもね、知れないですけども、まあ、今回のもなかなかね、役立つ話なんで、紹介していこうと思うんですけどもね。で、今回のね、この物語の名前っていうのが、弁念サイドというね、物語の名前なんですね。そこで、この弁念さんっていうね、方と、親鸞さんという方、まあ、主にはね、この二人が、登場します。で、こちらのね、親鸞さんに関しては、親鸞聖人というふうにね、言われたりも、していると思うんですけどもね。で、まあ、聖人って言っても、商売人の聖人じゃなくてね、聖なる人というね、形なんですけども、この親鸞さんっていうのはね、浄土真宗の開祖。まあ、だから、浄土真宗を、まあ、開いた人というね、ことですね。で、この方はですね、90歳くらいまで生きたという方で、まあ、非常に、当時で言ったら、まあ、今でも90歳って言ったら結構長生き。まあ、結構というか、まあ、まあまあの長生きですよね。まあ、そういうような感じなんですけども、法然さんというね、方の、まあ、弟子になったりとかね。あとは、こう、島流しの、経緯にあったりとかね。まあ、昔だとね、いろんな、こう、なんていうのかな、その宗教によってのね、まあ、決まりとか、まあ、いろんななんかルールがあったりしてね、そういうことがあったりしたんですけどもね。で、まあ、いろんなそういうことがあって、親鸞さんがね、今の、茨城のね、茨城県の、日立市あたりに、いたと。まあ、その時の話なんですね。で、一方ね、この弁念さんっていうのは、もともとね、平家の出身で、平家って源氏と平家なんてありますよね。平家の出身で、まあ結構ね、いいところの、家柄だったそうなんですね。弁念さんっていうのは。で、その後ですね、山伏となり、まあ、山伏っていうのはね、こう、山に、伏せるって書くね。まあ、なんていうのかな。山で修行する人みたいな感じですよね。山岳信仰とかってね、言いますけどもね。で、まあ、非常に、有名になって、500万石を、与えられたと。で、弟子もね、100人くらい当時いたそうなんですよ。弁念さんね。まあ、かなりの勢力があったと。山伏になってからもね。でも、まあ、先に、弁念さんがね、まあ、いたと。でもね、その後に、まあ、いろんなね、ところをこう巡っていた、親鸞さんっていうのが、同じような、まあ、近い、場所に、来ましたと。そうするとね、100人くらいいたね、弁念さんの弟子っていうのが、徐々にね、親鸞さんの方に、移っていくように、なってしまったと。まあなんか、ちょっと下世話な話ですけどね、100人いたお客さんが、徐々にね、この出店してきたお店の方に、だんだんね、いなくなっちゃったみたいな話ですよね。で、なんだよっていうことでね、弁念さんは非常に怒ったと。まあ、頭に来たと。それでね、呪いをかけたりね、親鸞さんに。あとは、山でね、事故に見せかけて、
殺そうとしたんだけども、なんか石をね落とそうとしたら、シンランさんが別のルートを通ったりとかでね、うまく殺すことができなかったと。じゃあね、もうじゃあうまくいかないんだったら、直接ね、シンランのところに、乗り込んで、行くしかないっていうことでね、まあ、乗り込んでいったと。で、その時にね、まあ、このベンネンさんにいた弟子っていうのが、シンランさんの方にね、だいぶ移っているので、ベンネンさんがね、乗り込んでいったら、まあ、そこにね、このシンランさんの弟子とかもいっぱいいるわけなんですよ。で、そのシンランさんの弟子はね、このベンネンが、まあ、なんていうのかな、常軌を逸したようなね、顔をして、乗り込んできてるわけなんで、危ないですというふうにね、まあ、こちらが、シンランさんだったとしたらね、まあシンランさんの方にはね、まあ、こんな感じで、弟子がいっぱいいるとね。じゃあちょっと分かりにくいか。じゃあ怒り狂ったね、ベンネンをこの、ゾウさんだとするとね、こんな感じで、パオーンみたいな感じでね、すごいと。ね、こんな感じ。ちょっともうちょっと引きますか。そうなると、この周りにいた弟子ね、これが、シンラさんだとすると、これ大変ですよと。ね、こんなあれ狂ってますよというふうに、シンラさんにね、助言をしたと。ただね、こちらの、シンラさんはね、いつも通りに、対応しましたと。だから、まあ、こんな感じで弟子がいたらね、まあまあまあ、そうね、慌てないで、俺はね、いつも通りやるよという形でね、こういう感じで、例えば降りてきて、ちょっと倒れちゃいましたね。まあこんな感じでね、まあこういうふうに、まあなんで来たのとね、お話聞きましょうよというふうにね、対応したと。で、まあついにはなんかね、刃物みたいなのもこうちらつかせたっていう、そういう話もあるみたいなんですけども、で、あまりにもね、この、シンランさんの、まあ、殺気がね、ないような、いつも通りの対応に、このベンネンさんっていうのはね、逆にもう、参ってしまってね、我に返って、あ、これは、自分がね、間違ってました、というふうに、態度を改めて、ベンネンさんっていうのはね、シンランさんの、弟子になりました、と。で、名前をね、ベンネンから、妙法坊というふうにね、明るいね、方法の方かな、明るい方法の坊ということでね、妙法坊というふうに、改名したそうなんですけどもね、その時に、シンランさんがね、言ったとされる言葉があるんですけどもね、あなたの方が偉いよと、さうなくね、愛、愛、玉いけりというふうに、言ったそうなんですけどもね。まあ、左身になく、愛、玉いけり、さうなくということなんですけどもね。まあ、ちょっと難しい言葉ではあるんですけども、まあ、あなたの方が偉いよと。でね、私なら、数十年続けてきたね、自分の生き方っていうのは、変えられないよと。まあ、シンランさんはそういうふうに言ったと。こちらもね。で、シンランはね、まあ、その後、ベンネンさんがね、弟子に、なったんですけども、まあ、ある程度の年数が経ったらね、シンランさんは、こちらのね、今の、茨城県日立市から、別の場所、京都の方かな、いろんなところを転々としたらしいんですけどもね、京都の方に、行ったと、ね。で、その後ですね、まあ、こういうことがあったね、何十年後かにね、シンランさんは、このね、ベンネンさんが、亡くなったっていうことをね、京都で、知ったそうなんですね。その時に、それはね、めでたきこと、尊きことだというね、手紙が残っているということでね。一見すると、こちらのね、シンランさんの方が、こういうね、とんでもないような剣幕でこう、来たね、ベンネンさんを冷静に諭したと
というふうな形でね、こちらの方が、素晴らしい方というふうにね、一般的には思われると思うんですけども、まあ、やっぱりね、自分はある程度いい家でね、育って山伏になって、弟子も100人ぐらいいたと。でもどん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 ね、親鸞さんに取られちゃったと。でやっぱり頭にきてね、もう殺すっていうところまで行ったんだけども、このね、親鸞さんの、態度を見てね、自分が間違ってた、しかも弟子入りしているわけですよね。だからね、こちらだけじゃなくて、こちらも素晴らしいと、それをね、言った親鸞さんもすごいし、態度を変えたね、弁寧さんも偉いよというようなね、お話でございました。まあなかなかね、まあよくありがちな話ではあると思うんですけどもね、まあなかなかこれ勉強になるなというふうに思いました。あとね、まあこれ僕別の動画でもね、言っていると思うんですけども、まあね、今の、社会構造ってね、まあこんな感じのこうピラミッド構造に、あらら、すいません、今のね、社会構造って、こんな形のね、ピラミッド構造に、なっていると思うんですけどもね、まあこんな感じでね、まあだから、ここの人たちがね、まあ支配してると、まあ僕らなんかはやっぱり下の方にね、なるのかなっていう、一般的にはそういうふうに思うんですけども、じゃあね、これが、けしからんということでね、まあこの辺の人たちがいろいろね、動いて、これを撲滅したとするじゃないですかね、これをなくした。ただその中でもね、またピラミッド構造っていうのが、できちゃう、可能性もありますよね。要するにこのピラミッド構造で、打開したのは俺だと、俺のおかげで、前のピラミッド構造がね、打開できたんだから、俺がねここだとか、まあ俺はじゃあ遅いからここだとか、まあそういうふうになってしまうんでね、ぜひですね、そういう面、その今が悪いから、新たにね改革していくんだってなっても、ピラミッド構造を打開した先にはね、ピラミッド構造が待ってるかもしれないということなので、ぜひですね、ピラミッド構造じゃなくてね、こういう丸、円の社会、まあここであってもここであってもここであってもね、誰が上っていうこともない、こういう構造をね、頭に入れて、打開していく、やっていくっていうことがね、大事なのかな。ちょっとゾウさんがね見切れちゃってますけど、そんな感じでね、話して、いきました。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ、またねー。ちょっとね退屈だったかもしれないですけど、僕は良かったかなと思ってます。勉強になった、話でした。バイバーイ。